さあさあ、今回もプロ野球歴史解説、始めていくよ。このシリーズも今回で10回目か。まあ回数はあまり意味をなさないシリーズなんだけどね。これを入れてあと4回だし。それで今回解説していく球団は、2018年度パリーグ5位の、千葉ロッテマリーンズだよ。印象としては、応援がすごいってところかな。まああの応援はうぷ主も見たことあるからね。声だけであそこまで響くなんて思ってなかったみたいだし。それじゃあ、早速解説始めていくよ。それは、1949年まで遡る。1949年9月、毎日新聞社を親会社とする毎日球団が設立され、毎日オリオンズが結成された。毎日新聞社はもともと昭和初期にセミプロ野球チーム、大阪毎日野球団を組織していた。戦後、正力松太郎からの勧誘を契機に球団結成の機運が高まり、戦前の大阪毎日野球団を基礎に、自ら主催する都市対抗野球の有力選手をスカウトして球団を結成する。9月21日、日本野球連盟に加盟を申請。リーグ拡大の機運にも乗って加盟を申請したが、毎日新聞のライバル会社であった読売新聞社、中部日本新聞社が強く反発し、交渉は平行線をたどった。毎日オリオンズと電鉄系を中心とした、毎日オリオンズ加盟賛成派の7球団からなる太平洋野球連盟、後のパシフィックリーグと、毎日オリオンズ加盟反対派の、大阪タイガース、読売ジャイアンツを含む、8球団からなるセントラル野球連盟が結成される、2リーグ分立騒動に発展した。この騒動の中、大阪タイガースの主力選手であった若林忠、別当薫、土井垣武、近藤康二、五小生が毎日に移籍した。これは、加盟賛成を表明しながら、リーグ分立直前に態度を翻した大阪に対し、毎日外資返しに、大量の選手引き抜きを行ったと言われた。1950年、パリーグ公式戦開始より参入。本拠地は後楽園球場とした、大阪からの移籍組に、大洋漁業から獲得した川内拓司、徳良克樹を加えてミサイル打線を形成する。投手では前年の都市対抗野球を制した星野組のエース、荒牧淳也、大洋から獲得した野村武史が活躍する。そして10月25日、東急戦に勝利して、活動1年目にしてリーグ優勝、日本シリーズでも松竹ロビンスを4勝2敗で圧倒し、初の日本シリーズで優勝を達成した。打者では別当が本塁打王、打点王の2冠王を獲得し最優秀選手となり、投手では荒牧が最多勝、最優秀防御率の2冠王で新人王となっている。1952年、この年の7月16日、福岡の平和大野球場での西鉄戦で、雨天と日没を悪用し、故意に試合をノーゲームにするという毎日側の策略に、観客が激怒し暴動が発生。7月27日、責任を取り総監督の湯浅、監督の若林が二人とも更迭される。この年は南海と争うものの、首位南海と1ゲーム差の2位に終わる。シーズン終了後に若林、湯浅がそれぞれ復帰する。1955年、この年、山内和弘が打率リーグ2位の3割2分5厘と打点を追う、中川隆が最優秀防御率を上げ、新人の榎本喜八が新人王を獲得するも、チームは首位南海と14ゲーム差の3位に終わる。1957年、この年のシーズン成績は3位となった。そして11月28日、成績が低迷していた大英ユニオンズと対等合併し、毎日大英オリオンズに快勝する。1958年、この年、葛城高尾が打率リーグ3位、打点王となるがチームは4位となる。オフには、この年セリーグの首位打者となった、田宮健次郎が A90 年選手の権利で阪神より移籍する。1960年、この年、西本幸男が監督に就任する。新監督の元榎本、山内、田宮らを擁する破壊力抜群のミサイル打線で、10年ぶり2回目のリーグ優勝を果たす。しかし、大洋ホエールズとの日本シリーズでは、4連敗で敗退。その時のバント戦法が永田オーナーの逆鱗に触れ、西本は1年で解任される。そして1961年から1963年は、3年続けての B クラスとなる。また、
1962年より本拠地は、長田が資材を投じて建設した専用球場の東京球場に移転する。1964年、この年から球団名を東京オリオンズに改称する。優勝した翌1961年以降、チームは7年連続 B クラスと低迷する。原因として、主砲の山内や、葛城といった主力選手をトレードで放出し、タミヤが引退するなど、それまでのミサイル打線を解体して守りの野球を作ろうとしたが、本拠地がそれまでの後楽園球場より狭い東京球場に移ったことで、方針としては逆行しているという指摘が多くあったとされ、1964年から1967年にかけては、チーム本塁打より非本塁打の方が多いという状況で、1968年にジョージ・アルトマン、アルト・ロペスなどを獲得してようやくこの数字を逆転し、チームも8年ぶりの A クラス、3位入りしている。1969年、この年の1月18日、長田は友人である岸信介の斡旋により、ロッテをスポンサーに迎えて業務提携を結び、球団名をロッテオリオンズに改称する。チームは首位阪急と 5.5 ゲーム差の3位となる。1970年、この年、10年ぶり3回目のリーグ優勝を果たす。東京球場での優勝決定時には、観客が次々とグラウンドになだれ込み、そのまま真っ先に長田を胴上げした。しかし、初の同一都道府県内のみでの開催となった日本シリーズでは、巨人に1勝4敗で敗れる。1971年、この年の1月25日をもって、長田は球団経営から撤退。ロッテが正式に球団を買収して親会社となる。チームは7月13日、西宮での阪急戦で、江藤新一のハーフスイングの判定をめぐり能仁航監督が猛抗議、放棄試合を宣告される。10日後、その責任を取る形で能仁が監督を解任され2軍監督に降格。後任に大沢啓二2軍監督が就任する。この年は、優勝した阪急と 3.5 ゲーム差の2位となり、本塁打を39本放ったジョージ・アルトマンなどチーム193本塁打は、1963年の南海が記録した183本を抜いて、当時の日本プロ野球記録となった。この年からパリーグは全校規制度を導入し、成績は全校規ともに2位で、総合では3位に終わる。1974年、この年、金田監督の下で有藤道代、山崎博之、広田澄夫、投手では成田文雄、村田兆治、木田正明らが活躍して後期に優勝。1977年、この年、前期は5位に終わるも後期は優勝。プレイオフでは前期優勝の阪急と対戦し、最終戦までもつれ込んだが3勝2敗で敗退。総合3位に終わる。1978年、この年から正式に川崎球場を本拠地として使用している。移転1年目は、総合4位に終わり、シーズン終盤、金田の解任が一部マスコミに報道され、金田はその後辞任した。前年オフに将来的な監督候補と見込んで、獲得していた野村克也に選手兼任監督として公認を打診するも、金田の公認は荷が重いと誇示しそのまま退団する。1980年、この年、前年に監督に就任した山内の元、レオン・リー、レオン・リーのリー兄弟、投手陣では西名ときなり、水谷紀弘、倉持明が活躍し前期優勝したが、プレイオフで後期優勝の近鉄に3連敗で敗退した。1982年、この年、落合博満が日本プロ野球史上4人目の打者三冠王となるも、順位は5位に終わる。1984年、この年、稲尾和久が監督に就任する。なお稲尾は、埼玉県所沢市に移転したライオンズに代わり、ロッテを数年以内に福岡県に移転させるという条件で、監督要請を受諾したが、福岡への移転は実現しなかった。シーズンは2位となり、石川勝が最高勝率となる。1985年、この年、落合、西村則文、レロンリー、新人の横田正幸が打率3割をマークして、チーム打率が1位になったものの、投手陣は肘の手術から復帰した村田が活躍したのみにとどまった。そして落合が2度目の三冠王を達成。
この年はセリーグでもランディ・バースが打者三冠王となり、セパ両リーグ同時に打者三冠王が現れた。前年から2年連続で勝率2位を確保したものの、リーグ優勝した西武から15ゲームも離された。1987年、この年、アリトーが監督に就任する。また、落合が11月4日に、稲尾さんのいないロッテに自分はいる必要がない。来年はどこと契約しているのかわからない、と述べ、11月7日に配慮に書いたと球団に謝罪し、契約については、それは別の話と述べた。そして落合は牛島和彦、上川誠司、平沼貞治、桑田茂の4選手との1対4トレードで中日に移籍した。なおこの年は、落合が抜け、リーガ不振で、4番は若手の古川慎一や高沢秀明らが務めたが、力不足は顕著で打線は決定的に迫力に欠け、トレードで獲得した牛島が最優秀救援投手に輝くも、チームは5位に終わる。1989年、この年、村田が5月13日の日本ハム戦に勝利し、通算200勝を達成、さらに防御率1位に輝く。チームは最下位で球団初の2年連続最下位に終わり、有藤が監督を退任。後任には、金田が2度目の監督に就任する。そして1991年9月4日、翌年から保護地域を川崎から千葉県、専用球場を同県千葉市美浜区の千葉マリンスタジアムに移転することがオーナー会議によって承認、発表された。移転に伴う新しい球団名は、一般公募により解消されることになり、同年11月21日、新しい球団名は千葉ロッテマリーンズに決定した。1992年、この年の4月は首位で終えたが、その後は失速、千葉移転初年度は昨年に続き最下位に沈んだ。それでも移転景気に恵まれ、観客動員が130万人を記録するなど順調な滑り出しを思わせた。しかし1993年、メルホールや宇野勝を獲得し補強を行ったが、チームの自力は上がらず5位に終わると移転景気もついえ、観客動員も93万人に激減。千葉県民の目も徐々に冷ややかになっていった。1995年、この年、日本球界初の GM として、廣岡が就任すると、廣岡はメジャーリーグでの監督経験のあるボビー・バレンタイン監督を招聘する。シーズン序盤は出遅れるが、2年目ながらトップバッターに起用された諸角健二、リーグ打率2位の堀光一、打点王を獲得した初柴清、外国人ながら本人のプレイだけではなく、チームの精神的支柱も担ったフリオ・フランコ、伊良部秀樹、小宮山悟、エリック・ヒルマンの先発三本柱、川本育幸、成本俊秀のダブルストッパーなど投打の噛み合った1年となり、結果的に貯金10の2位で10年ぶりの A クラス入りを果たす。翌年の優勝を期待するムードが大きく高まったが、バレンタインが廣岡との確執から解任され、フランコも廣岡との確執で同様に解雇される。1997年、この年、近藤昭仁が新監督に就任する。投手陣は選ぶ、ヒルマンの抜けた穴は大きかったが、前年不振だった小宮山が奮闘し最優秀防御率を獲得、黒木智弘が初の2桁勝利、薮田康彦が初の規定投球回数をクリアするなど奮闘。しかしストッパーの成本が大怪我でシーズンを途中リタイア。野手では新人の小坂誠が新人王に輝き、投手から打者に転向した福浦和也が台頭したが、外国人は長打不足、初芝、堀も不振。結局シーズンは投打に渡り駒不足で最下位に終わる。1999年、この年、山本浩二が2軍監督から1軍監督へ昇格し、投手陣の充実、新人獲得の地元出身者偏重の解消などチームの構造改革に取り組むも、球団の資金難や貧打線、黒木頼みの投手陣を克服できず4位となり、定位置の B クラスからは抜け出せなかった。この年のオフに、それまでチームを支えていた小宮山が FA 権を行使する意向を球団に伝えた結果、自由契約となった。しかし、この時期にドラフトで獲得した清水直之、渡辺俊介、今江俊明、西岡剛らは2軍生活を経て後の A クラス入り、日本一に大きく貢献している。2004年、
この年、バレンタインが全権監督として復帰する。4位で迎えたシーズン最終戦は、プレイオフ進出をかけ西武と対戦した。3者連続ホームランで逆転し、西武に勝利するも、3位だった日本ハムも勝利したため、0.5 ゲーム差で4位が確定。プレイオフ進出を逃した。しかし、シーズン全体では勝率5割を記録した。2005年、この年、今江、西岡の台頭もあり好スタートを切る。上位から下位までどこからでも点を取る打線は、1998年の横浜のマシンガン打線になぞらえて、マリンガン打線と呼ばれ、4番にサブローを起用する打線が機能する。開幕戦では、新球団の楽天に敗れ、楽天の公式戦初試合初勝利を献上したが、翌日には2リーグ制以降最多得点差となる26対0で楽天に圧勝している。この年から導入されたセパ交流戦では、24勝11敗で優勝。セパ交流戦初代チャンピオンとなる、8月17日の西武戦に勝ち、10年ぶりの勝ち越しを決めると同時に、34年ぶりの貯金30を達成。また、8月28日のオリックス戦で勝利し、プレイオフ進出と10年ぶりの A クラスを確定させる。9月19日、34年ぶりの80勝を達成し、シーズンを2位で終えた。そしてプレイオフにて西武、ソフトバンクを破り、31年ぶりのリーグ優勝を果たした。10月22日からの日本シリーズでは、阪神を球団史上初となるストレート4連勝で下し、31年ぶり3度目の日本一に輝く。そして11月20日に、千葉市中心部と幕張地区の2カ所で行われた優勝パレードでは、合計27万人を動員し、同年の阪神の来場者数18万人を上回る盛り上がりを見せた。この年、渡辺、小林、ダンセラフィニ、清水、久保康とも、小野慎吾が2桁勝利を挙げた。2007年、この年、投手陣は中継ぎ陣が藤田総一の防御率10点台を超える乱調や、小林正秀の度重なる救援失敗により方程式が崩壊した。しかし、38ホールドで最優秀中継ぎ投手賞を獲得した薮田が、シーズン終盤に抑えに回り、2年目の川崎祐介と新人の荻野忠宏が活躍し、強固な中継ぎを維持できた。先発陣はエースの清水が6勝止まりだったものの、渡辺が不振から脱却、援護がないものの安定した防御率を残し、小林が自己最多の13勝、そして成瀬義久が16勝1敗、最優秀防御率と最優秀投手の2冠を獲得する大活躍を見せ、この3人が柱となり、前年を上回る成績を残した。一方野手陣は福浦、今江、フリオズレータの故障による離脱、不振などでシーズン通して安定した攻撃力を維持できず、早川大輔の台頭もあり得点はリーグトップだったが、首位日本ハムとは2ゲーム差の2位に終わった。そして CS ファーストステージでは、ソフトバンクに2勝1敗で勝利したが、セカンドステージでは、日本ハムに2勝3敗で敗退した。2008年、この年、先発投手陣が揃って不調に陥り、さらに開幕直後に捕手の里崎、橋本、田中が同時期に故障し、前半戦は一時期最下位に沈んだ。後半戦は不調の先発陣をリリーフ陣が支え、打撃陣がチームを牽引し勝率を5割以上としたが、首位西武と 4.5 ゲーム、3位の日本ハムと 0.5 ゲーム差の4位となった。球団はバレンタインと5年名後の監督契約は結ばず、4年目の2009年シーズン限りとする旨を発表。そしてオフに井口忠人を獲得する。2010年、この年、序盤はルーキー荻野貴司やキムテグンらの活躍で、快調なスタートを切ったものの、荻野と唐川の長期離脱など相次ぐ主力の故障や、夏場のキムテグンの打撃不振などが続き、交流戦以降は徐々に調子を落とした。しかし、上位5チームによる A クラス争いの中で、終盤まで首位戦線に食い込み、首位ソフトバンクと2位西武からは 2.5 ゲーム差、4位の日本ハムと 0.5 ゲーム差の3位でシーズンを終えた。CS のファーストステージでは、西武に2連勝。ファイナルステージでは、ソフトバンクに王手をかけられながらその後、3
3連勝で4勝3敗で連覇し、クライマックスシリーズを制覇する、勝率3位から日本シリーズに進出したのは、全校規制時代の1973年南海ホークス以来37年ぶりとなった。そして日本シリーズで、セリーグ優勝の中日を4勝2敗1分けで下して5年ぶり4度目の日本一となり、パリーグで初めてリーグ優勝せずに日本シリーズを制した球団となった。2012年、この年、開幕戦から1952年以来の60年ぶりの4連勝をするなど、序盤から首位争いをし5月11日にソフトバンク戦に6対4で勝利し首位に浮上。交流戦は12勝7敗5分けで3位。前半戦を42年ぶりの首位で折り返した。しかし後半戦は、7月31日の日本ハム戦に5対3に敗れ、2ヶ月半ぶりに首位陥落し、9連敗するなど順位を落とし、ソフトバンク、楽天とクライマックスシリーズ進出を争うが、最終的に62勝67敗15分け、優勝した日本ハムから10ゲーム、3位ソフトバンクと 3.5 ゲーム差の5位に終わる。この年は角中克也が首位打者を獲得、独立リーグ出身の打者としては初めてとなった。2013年、この年、5月9日に7年ぶりの8連勝で首位に立ち、交流戦は13勝10敗1分けの5位に終わった。7月3日に2位の楽天に敗れ、首位に並ばれると6日には4連敗で2位に、前半戦を2位で折り返した。9月26日の日本ハム戦に5対6で敗れ、楽天が西武戦に4対3で勝利したことで、楽天の優勝が決まり優勝を逃すが、10月4日にソフトバンクが日本ハム戦に4対5で敗れたため、この日試合のなかったロッテの3年ぶりのクライマックスシリーズ進出が決定した。10月8日の西武とのシーズン最終戦は、共に勝った方が2位確定となったが敗れて3位となった。CS ファーストステージは西武に2勝1敗で勝利したが、ファイナルステージは楽天に1勝4敗で敗れて敗退した。オフに西武の涌井秀明を FA で獲得した。2015年、この年、チームは開幕当初は A クラスの2位、3位に立つこともあったが4月中盤には徐々に脱落していった。交流戦では一時は首位に立つも、最終結果は10勝8敗の5位に終わった。7月13日のオリックスに敗れ6連敗となり、ロッテの自力優勝の可能性が消滅した。後半戦から終盤戦にかけては、西武との激しい3位争いを繰り広げ、特に終盤は CS 進出をかけて争うこととなった。そして10月4日の日本ハムに5対3で勝利し3位が確定、2年ぶりの CS 進出が決定した。CS ファーストステージは、日本ハムと対戦し、2勝1敗でファイナルステージ進出を決めた。ファイナルステージではソフトバンクと対戦したが、3連敗で敗退となった。オフに今江が FA で楽天に、クルーズも巨人に移籍した。一方で、ソフトバンクからジェイソン・スタンリッチを獲得した。2017年、この年、オープン戦を首位で終えたものの、シーズンに入ると打撃陣は新外国人のジミー・パラデスと、マット・ダフィーの不振などで4月のチーム打率1割台、投手陣も昨年最優秀防御率のタイトルを獲得した、石川の大乱調などで4月のチーム防御率5点台と投打にわたって深刻な不振に陥り、チームは低迷した。5月3日の日本ハム戦に敗れ最下位に転落すると、そのままシーズン終了まで一度も最下位を脱出できなかった。そして10月10日のシーズン最終戦にも敗れ、球団史上ワーストとなるシーズン87敗目を喫し、シーズンを終えた。一方、チーム打率、得点、本塁打、防御率もリーグ最下位に終わった。伊藤監督が辞任し、井口が現役を引退した。そして10月12日、現役を引退した井口が監督に就任することが正式に決定し、球団の公式ホームページで発表された。2019年、この年、開幕戦では楽天相手に中村、加藤、レアードの3本のホームラン、藤原のプロ初ヒットなどもあり勝利する。しかし、開幕4試合連続ホームランを打った新加入のレアードや中村、加藤などの好調も虚しく4月11日には最下位に転落する。そこから息を吹き返し、5月中盤には2位にまで順位を上げた。
そして7月4日、阪神タイガースから石崎剛を高野圭介とのトレードで獲得する。シーズンは楽天に僅差で交わされ4位で終了。荻野貴司がベストナイン、ゴールデングラブ賞を初受賞した。このオフに荻野貴司、増田直也が FA 権を行使せずに残留するも、鈴木大地は楽天に FA 移籍した。また涌井秀明も金銭トレードで、坂井智文も FA の人的保障で共に楽天に移籍した。一方ドラフト会議では、令和の怪物と評された佐々木朗希を4球団競合の末獲得に成功。補強にも積極的に動き、楽天から美馬学ぶ、ソフトバンクから福田周平を FA で獲得。一度のオフに FA 選手を2人獲得するのは、球団初のことだった。楽天からは他にも FA の人的保障として小野薫を、また、自由契約となった西牧健二とフランク・ハーマンを獲得している。さらに、元広島の J ・ジャクソンも獲得した。とまあ、今回はここまでだよ。っていうか、球団が作られてすぐ優勝と日本一を達成していたんだな。なかなかすごいことじゃないか。まあ、他球団から主力を獲得していたから不思議ではないけど、この球団の参入によって、現在のセリーグとパリーグに分かれることになったのは驚いたね。それに、2019年のオフにかなりの戦力補強をしているから、2020年はどの順位にいるんだろうね。まあ、それが分かればプロ野球 OB の毎年の順位予想なんていらなくなるけどな。戦力補強をしても優勝できるとは限らない。だからプロ野球は面白いんだよ。それじゃあまあ、今回はこの辺にしておくよ。次回は、2018年度セリーグ6位の、阪神タイガースだよ。今回のロッテといろいろと縁がある球団だから、連続で同じネタを使うかもしれないけどご容赦を。それでは、ご視聴、ありがとうございました。